どうも、ショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、2018年も12月も半ばになりまして、もういよいよ大掃除の時期が差し掛かってきたなという感じがします。なので、もうここで一発ですね、もう最後の断捨離をしようと思います。で、その前にちょっと今起きたばっかりなので、トレーニングやります。いい感じ、美味しいっすね。僕のこの毎年のサイクルとして、冬ってそんなにめちゃくちゃテンション上がるっていうわけではないんですよ。どっちかって言ったら冬眠したいって思っちゃうんでそうなんですけど、今年は、先ほど言ったように、今年最後ということで、もう今年の執着は今年中に手放しておこうみたいな、そういう格好つけたことじゃないですけど、そう、これから新しい企画だったり新しいプログラムが始まるので、それにフォーカスするために無駄を省いていきましょうと。で、今回その僕が部屋のものを断捨離するときっていうのは、やっぱりある程度の基準を設けてます。前断捨離するときっていうのは、もう迷ったら捨てとか、部屋の8割捨てるとかってやってましたけども、僕の場合の今のこの現在の定期点検みたいな形のときは、ワクワクしないものは断捨離したり、1ヶ月以上使ってないものは断捨離みたいな、そういった基準でやってます。今回もこの2つの基準で断捨離するかなっていう感じなんですけども、はい、ということでいきましょう。はい、それではまずは部屋のこちら側から見ていきましょう。クーラー必要で、このライトも今使ってます。カーテンも今使ってます。気持ちいいです。で、この観葉植物もリラックス効果があって気持ちいいです。で、このカーテンも必要で、このベッドの上も、現在使っているので捨てるものはありません。で、これが新しく買った服なんですけど、セーターなんですけど、めちゃくちゃ気に入っているので、これすぐ皆さんにお見せしますね。ということで、こちらの空間は全部必要です。すごいスッキリしますね。で、こちらの仕事スペースなんですけども、膝掛け大丈夫、椅子大丈夫、スマホ大丈夫、パソコン大丈夫、このマイクも OK 必要です。で、奥にあるパソコンも必要です。なんかケーブル類ちょっとごちゃっとしてますけども、はい、ここも全部必要です。で、こっちのこのカバンも必要です。使ってます。あ、でもこのカバン、そう、これカメラもパソコンも入れられちゃうっていうめちゃくちゃ便利なカメラバッグなんですけど、やっぱカメラ、その精密機械を守るために相当中がクッション性があるというか、しかも取り出しやすくて収納もスペースもいっぱいあってめちゃくちゃ便利なんですよ。夏はいいですよ。夏だったり秋だったりっていうのはいいんですけど、やっぱ見た目がやっぱ大学生から抜け出せてないなっていう、学生から抜け出せないなっていう感じがするんですよね。正直これワクワクするかって言われたら全然しないです。だから便利だから、必要だから使ってるっていうような感じなんですよね。でもわざわざ捨てるまでもないですし、これ別に春になったら使えると思うので、そう、この動画を見てる人の中にコートに合うカバン知ってる人いたら、こんなカバンがいいですよとか、収納があって持ち運びやすくて軽くて便利ですよみたいな、そういうカバンがあったらちょっと教えてくださいてか朝起きてそのまま撮影にスーッと入っていったので、もう全然手入れしてませんじゃんすいませんワックスつけてきましたんで、はい、じゃあ再開します。このカバンはこのカバンであったらいいかなっていう感じですね。で、こっちに観葉植物があるんですけども、だいぶちょっと枯れてきましたね、やっぱり寒いので。でも頑張ってくれてます。で、この食器も大丈夫ですね。で、これちょっと中にお財布を入れて、お財布のベッドみたいな感じで入れてます。で、キーボードとマウスとタブレット、これ今メルカリで出品してます。で、ここに、このレンズアダプターもメルカリで出品してるので、よかったらチェックしてみてください。パーカーの万年筆用のインクですね。はい、これめちゃくちゃ気に入ってるので、これも買ってよかったなっていうやつなので、はい、これ持ってきます。で、ここだ、すごそうだな。とりあえず出してみましょうそう、こっちが工具だったりっていうのが入っていて、で、こっちは美容関係ですね。ホワイトニングだったり化粧水だったりっていうのが入ってます。で、こっちは基本的に大丈夫ですね。これ矯正のあれですね、矯正のやつ。
こっちは基本的に全部必要なので大丈夫ですね。あ、ちなみにこの鼻毛カッターめっちゃ便利ですよ。まあそういうのはちょっと別の動画で撮るとして、でこっちの中でちょっといらないもの出してみましょう。あ、でも意外と少なかったですね。なんか取扱説明書、木工用ボンド、あとスマイリーボール、マスキングテープですね。マスキングテープ。これも使ってないな。で、これちょっとどうしたらいいかわからないんですけど、これは僕がおぎゃーってこの世に生まれた時にもらったのか作ったのかわからないんですけども、シルバーのスプーンです。赤ちゃん用のスプーンです。まあシルバーか純銀かちょっとわかんないですけど。そう。で、まあ捨てるのもったいないので、これこのまま持ってやるんですけど、まあせっかくならやっぱり綺麗にして、まあ、スーパーカップすくってあんって食べたりしたいんですよ。でも磨き方が全然わからないので、その磨き方わかる人いたらちょっとコメント欄で教えてください。まあこんな感じですね。あとこの矯正の器具洗っとこう。はい、しまって、でこっちの段は、基本的に仕事道具なんですけども、ここが、そうだ、この本一回なんか紹介してもらって買ったんですけど一回も読んでなくて、はい、断捨離です。でこれメントレノートを書き終わったやつがなぜか今もここにあるので手放します。で現金水筒帳、メントレノート、写経ノートと、はい、これは必要です。そう、あとは、あ、そうだそう、これだ、これは仕事で使っている電池なんですけども、なんか特殊な電池ですね。単3とか単4じゃないやつなんですけど、これこんなにいらないなっていうのがあるのでちょっと一気に減らします。せーの、はい、こんな感じで OK です。でこの余った分は断捨離で、これも正直あったんだっていうレベルなので、はい、これも手放します。はい、 OK です。とこちらのぶっ込みスペースはまあこんなもんかな。あ、でこっちの中が、例えば、まあ、これは大丈夫ですね。こっちのスペースは、あ、なんか結構いろいろ入ってますけども、あ、このスマホ挟むやついらないです。このケーブルは、いらないです。このハードディスクは必要です。でこっちにあるこのアイマスクと、なんだっけこれ、耳栓いらないです。 あとこの HDMI をマイクロ USB に接続するみたいなやつも手放します。はい、ということでここのぶっ込みスペースも点検 OK です。でここにスーツケースがあって、ここに足元ヒーターがあるんですけど、これめちゃくちゃ便利なのでまた別の動画でシェアさせてもらいます。で、次に冷蔵庫見ていきましょう。これは僕がブレていた時期というか、その他人の顔色を伺って YouTube やっていた時なので、なんか DIY とかってやったんですけど、まあ、そもそも僕はこういう美的センスがもうゼロなので、とこんなダサいことやっちゃったんですよね。でなのでそのもう2019年にこれを引き継ぎたくはないので、あの全部剥がしたいと思います。もう100均で物買わない、まあこれはもうずっと品川にいる時からお世話になっていて、ね、まだまだ使えるはするんですけど、ただ使えるからといってね、こんぐらいのスペースしかまあ使ってないですし、全然空いてますので、なので正直もうちょっとちっちゃくてもいいというか、もうめちゃくちゃちっちゃいコンパクトなやつの方が、まあスペースも広く使えるし仕事に集中できると思いますし居心地はいいと思うんですよね。なのでちょっと場違い感があったりもするので、まあちょっとこれを機に、これを機にちょっと手放しちゃおうかなと思います。ちょっと冷蔵庫の回収をお願いしたいんですけども、そう、正直別にあってもいいじゃんっていうふうに思うかもしれないですけど、やっぱり気持ちのいいものに囲まれるとやっぱ仕事でも成果が出やすいんですよね。それは僕は実感してるんで、来年からは僕もどんどん企画を始めていくので、そう、これを機に手放します。でまあ結局入っていてもこういうもんしか入ってないんですよね。なのでこれも断捨離でー。でこっちも結局な、このそう、こういったやつだったり、ホイップだったりバニラエッセンスっていうのはその動画の企画として使ったやつなので、そうチャンネルのコンセプトからそれちゃったことをやっていたので、そうもうこういったものは処分します、手放します。他は亜鉛、まあ、があったり蜂蜜酢だったり、まあここら辺は全部使ってますし、リンゴ酢なんかももう大好きですね。この納豆とニンニクは常備で、まあ飲み物もあるって感じなんですけど、結局全然入ってないですね。はい、
そう、結局なんかもう歩いて3分ぐらいのところにスーパーとか商店街があるので、当日食べる分、まあ食べたいなって思うものを食べてる感じなので、あんま貯蓄はしないですね結局。はい、じゃあ続いてこの衣類コーナーなんですけども、このポケッタブルパーカーは結局なんかコスパとか言ってやったらあんま気持ちよくなかったので、はい、処分です。で続いて、こっちのズボンですね。このズボンもこれは僕がもうめちゃくちゃ気に入っていて、何度も何度も使って、これからもずっと使っていきたいなっていうぐらい生地もしっかりしていて、サイズ感もぴったりな H&M さんで買ったズボンなんですけど、スキニーパンツなんですけども、ただ僕は好きすぎて何回も何回も使いすぎてたら開いちゃいましたねもうどうしようもなくなっちゃったんで、もうこれは勝負ですねまあ衣類スペースがまた空きましたので、新しいものがなんか入ってくるかなっていう感じ。ああそうそうそう、でこれを出しましょう。これはアーバンリサーチさんで買った、彼女に選んでもらったやつなんですけど、そうこの色めっちゃおしゃれじゃないです。こうやってちゃんとしたところで買うと生地もしっかりしていて、持った瞬間にこうワクワクってやっぱするんですよね。ディスってるわけじゃないですよ、ユニクロさんも素晴らしい製品出してくれてありがとうございますって感じなんですけど、持った瞬間におーみたいななるやつってやっぱこういうものに囲まれたいです僕は、うん、それがヒュッケだと思います。はい、じゃあニットが伸びないようにかけて OK です。で洋服スペースは OK です。次にキッチン周りなんですけども、これがやっぱりなんかその急いでよく考えずに妥協して買ったやつなので、これもちょっともう手放します、あんま気持ちよくないので。で続いて、矯正の、これ終わりです。そうですね、はい OK です。はい、でキッチンスペースは OK です。で下の方に行くと、これあの光回線の有線 LAN のやつなんですけども、ここら辺がちょっとごっちゃーっとしますね。そう、これも買ったものの正直飲んでないし、シナモンパウダーも正直もうこれ全然使える気配がないので、これもちょっと申し訳ないですけど、ほんともったいないですけど OK で、シナモンとプロテインとオリーブオイルと、でこれなんだっけ、オートミールと白米と、でジューサーとか、ちょっとなんかごちゃっとしてますけどね、ちょっと整理はあんま考えますけど、まあ一応これは全部必要でな、今も現在使っているものなのでこれに取ってきます。じゃあこの中からはみ出したこれたちは手放します。はい、ということでこのキッチンスペースが終わりましたので、続いてこっちに行きます。でこっちがお風呂スペースで、はい、ここはまあ基本的に何もないので大丈夫です。はい、でこっちが玄関なんですけども、これは今光のランです、ルーターですね、使ってます。でここも、靴使ってます。でこの中ですね、この中またごちゃっとしてしまったのでちょっと点検しましょう。奥にあるのは結構箱たちなんですけども、この箱がブラッシュアップをするとき、まあその今まで使っていたもの手放すと思うんですけど、やっぱその時に箱があるとないとじゃあ、まあ、全然売れ方が違うので、まあ、箱は僕が必要だと思うんですよね。なのでこれは取っておきます。で下に行くとトイレットペーパーだったりっていうのもいろいろ入ってるんですけど、あこれいらないな、これ全然使ってないので、はい、これは手放します。であとはこの奥に、あ、ZOZO スーツがありますけども、 ZOZO スーツも ZOZO のそのサービスが終わってしまうということで、まあ、あんまり使いませんでしたので、はい、手放します。うん、ここも OK ですね。でここも、あこれポケッタブルパーカーのこの入れるやつ、はい、これも手放します。ですいません、ここは仕事道具なので全部必要です。でこっちが、あー結構ごちゃっとしてますけども、あーこれはちょっとお恥ずかしいんですけども、これはあの毛の断捨離とか言って、なんかその動画の企画でやろうと思って、でやる前にちょっと自分でテストしてみたんですよ。そしたらあんま効果を感じなかったんでこれ全然断念しました。なのでこれは手放します。うん、あとは部屋をきれいにするために必要なものなので、うん OK ですね。でもなんかもうちょっとここに置きたいというか、うん、あとこういったところもなんかちょっと統一感ないですし、なんかもうちょっとうまい空間の使い方というか、なんかそういったものはある気はしますけどもね。まあでもそういうのも考えるの僕好きなんで、はい、これからもやっていきます。まあ物に関してはこんな感じですね。はい、であと僕の場合はですね、物だけじゃなくてやっぱ情報もどんどん手放していきたかったりするので、ちょっと連絡先大事にします。
今僕がメインで使っているメールアカウントなんですけども、この受信トレイのこのがブワーって、この中にはもういいんじゃないかなっていうその人だったりとか、今は使ってないメールフォルダなんかもありますので、それをちょっと2018年の最後のうちに、ちょっとスッキリをさせたいと思います。よし、 OK、 スッキリしました。そう、あとはパソコンのデータの中の断捨離っていうのも僕はしたいと思います。強制の器具つけてるとやっぱ喋りにくいですね。ちょっと聞き取りにくいと思うんですけど、すいませんで、その僕はこの YouTube の BGM をつけてる時っていうのは、どんどんその BGM もブラッシュアップをしているつもりなんです。なので、どん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 こういう曲なんかが、こんな感じで細かく細かくこう BGM の曲が溜まってるんですけども、まあ中にはこの中に全然使ってませんよっていう曲もありますので、こういったものをちょっと整理します。はい、ちょっとすっきりしましたね。まあこんな感じでデータの断捨離は以上です。やっぱりこういったものがちょいちょいあると、こう仕事中にパッと目に入ってくると、あ、どうしようかなとか言ってそれでもう意識がそれちゃったりするので、僕はやっぱりこういった感じで徹底的に無駄は省きたいですね、もうフォーカスするために、ということで、まあ手放します。はあ、終わりました。よいしょ。はい、いやでもやっぱり冬は寒いし、なんかどんよりしてるし、あんまテンション上がんないですよね。いや、ちょっと、はい、じゃあそろそろ業者の人がこの冷蔵庫を回収に来ると思いますので、ちょっとこの端っこに寄せておきました。はい、じゃあまあそろそろですね、待ちましょう。あ、来ました、来ました。はい、ありがとうございます。一応ですね、はい、私ども、はい、すいません。持って行っていただきました。はい、で新しい家電はすぐに注文をします。まあ今日入ってこないですけどね。でも難しいですね。なんかもう仕事道具出したらもう散らかりまくっちゃいましたよその仕事に集中できるような、そういう環境作りっていうのをテーマに、また動画撮らせてもらいますので、はい、楽しみにしておいてください。もしこの動画を見てる皆さんも何かこうフォーカスしたいことがあったら、それに関するこう無駄なことはどんどん省いて、そしてそのやりたいことにこうズドンとフォーカスできるような環境作りっていうのをぜひやってみてください。はい、まあそんな感じですかね。まあまた次回ちょっとまた動画をシェアさせてもらいますので、また次回の動画でお会いしましょう。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。